やってないね、これ光ってるけど、いつもね、ファミリー結構渋滞してるな。そうなんか、あーですよね、ちょっと気になりますよね、やっぱコロナの影響で。あーそうですよね。でもとか先週の土曜日より今日の、はいはい、あーそうなんです。じゃあ大丈夫ですか、コロナの影響とかって。コロナがね、あるいはもう昨日とも1週間ごとに悪くなってる。そうなんですか。もう全然良くない。喉の場所にいるんですけど、ね、時刻は何時今。もう1時半回ってますね。だから結構飲み屋さんとかまあまあそろそろいい感じかなっていう頃なんで、ちょっとあの中央町とか柳町とかあの田町とかあの辺をね行ってみようかなと。ちょ大人のね、ちょっと大人の人のね、うん、町の方に。結構その中央町田町とかもそのスナックとかいろいろあったりするんで、はいはいはい、結構自粛してるお店もあったりなかったりするんで、ちょっとその辺をね撮ってみようかなと思います。はい、はい、チャイナマッサージのとこなんですけど、通りなのね。そうですね。おるかな、でも誰かおるのは確かだけど。あ、お姉さん、お姉さん引っ掛けて、引っ掛けてる。あ、そこの向こうか。ああ、ここは田町で、向こうが中央。やってないね、これ光ってるけど、いつもね、ファミリー様ですね。ここの通りって結構ね、変なお店あるんだけど、はいはい、閉まっとるね、全部。ここの辺とかね、これはモンタですか。ここここ解体すんだな。長きにわたりモンタロウ、右足が閉まってますね、うん、なんか、このキャバクラとかも色がそんなに派手じゃないね、自粛してるみたいな。イマジンがこんな石が覚えていないで閉まってるんだ。閉まっと結構渋滞してるな。そう、なんかちょっとあったんかな。でもやっぱ盛り上がるとか盛り上がるんかな。あ、結構ここはいる方なんじゃないかな。結構いる方やね。行こう、前ドライドピンビーの通勤時間。いつもよく閉まってます、通勤さん。意外とあのクラブやね。意外となんか人がいますね。いや、なんかそのタクシーだけなのかわかんないですけど、結構なんか思ってたよりは結構人います、ね。うん。やっぱ狙って行ってる人が多いね。あ、タクシーから降りてすぐドッと入ったり。確かに、もうほんとあんまり出ないけど店の前でパッと来る。そんなしますね。うん、アメリカンポリスって言ったらやっぱね、片手にホットドッグっていうね。はい、ホットドッグ。ちょっと、はい、これ有名よね、かなり。結構美味しくて、ここ。あ、ですよね。ちょっと気になりますよね。本当ここ有名で、飲み屋さん。有名です、本当に。岡山でも本当にすごい美味しいっていうね。やっぱコロナの影響で。あ、そうですよね。テレビでね、志村けんさんとか。ね、ですよね。藤波っていうのが野球のね、プロの人もなんか、そういうのが阪神の作品なんですよね。岡山もだんだん出だして、今日も10人目が出た。10人も出たんですか。そうなんですか。10人目岡山市内の50代の男性、今8人出たら一気にまた増えた。だんだんこれからまた出てくる。なんかその今なんか見てたら、ちょっと結構なんかあの人なんか向こうに比べたら多いなって思ったんですけど、あの岡山駅前に比べたらちょっとこっちの方が多いかなって思ったんですけど、
まあ、暇つでも今日ちょっと。ああ、ちょっと。ちょっとやる。そう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 。昨日とか、先週の土曜日より今日の。はいはい、ああ、そうなんですか。ちょっとやっぱストレスが溜まってて。そうじゃろうな。もう今週ずっと暇じゃったもん。むちゃくちゃ。そう。その前の週の木金土曜日までの感じより、もう今週がもう悪かった。本当にむちゃくちゃ悪かった。それで今日はちょっと。あ、ちょっとそうですね。そういうことがあるんですね。もう、もう、木金土曜日と、はいはい、あれやっぱめちゃくちゃ悪かった。あ、なんかそのコロナがもう岡山初めて出たみたいなね、お天気ですね。いや、あれ、まだまだ。まだ出てないですか。その前。前。コロナがある頃に、岡山まだまだ出てない。岡山の人は9日からスペインに帰ってきてからじゃない。そっか。うん、バカ女じゃない。バカ。まあ、あんな、行けん頃に行くんじゃろう。まあ、そうですね。これ一番いけんからな。確かにですね。この辺で映ったらいいな。今海外旅行はちょっとね、怖いですよね。どこ行けんような時に行っとんじゃろう。うわ、美味しそう。うわ、すごい。飛行機めっちゃ前からしてますよね、ここ。あんたら生まれる前って。ですよね。うん、すごい。30年以上。おー、すごい。はい、400円。1000円から。はい。いただきます。はい。ありがとう。はい、ありがとうございます。じゃあ大丈夫ですか、コロナの影響とかって。コロナがね、あるいはもうすごい、まあね、世界中で出まくるでしょ。気温調も1週間ごとに悪くなってる。あ、そうなんですか。もう全然良くない。ありがとう。どうだ、アンジュラ。気持ち動くのかな。ありがとう。どうだ、アンジュラ。はい、頑張ってね。何だと思った、警備員だと思った。気持ちを気持ちわぁ、ここがもうすごい有名なね、たこ焼き屋さんらしくて、なんかここの売り上げだけでなんか家が出すぐらいすごいっていうね、有名な本当にたこ焼き屋さんで、すごい、おいしそう。でもやっぱあれよね、最近テイクアウトがすごい流行ってて、はいはい、コロナ、ね、ウイルスの影響でね、ウーバーイーツないの。うん、おいしい。うまいな。おいしい。やってるとことやってないとこある。そうですね。あんまりなんか曖昧ですね。はい。あの。人いないな。違うも本当に。どうでした？いやもうね、なんか本当やっぱみんなストレス溜まってるんですね、やっぱね。そうね、だから平日はやっぱりねあんま出てないと思うけど、前回が少なかったんかな。少なかったですね。だからやっぱそのストレスが今日に1週間後の今日に出たっていうので。結構いたよね。いましたね。いたし、なんかめっちゃ叫んでました。なんか前回、先週もやっぱなんか、駅で叫んでた人いたと思うんですけど、今週もやっぱなんか、うわーみたいな叫んでて。そうだね。前回のね、動画も言ったんですけど、やっぱりその、本当にこんな状況なんで、やっぱその、なんか、飲み歩くのが悪いっていうわけじゃないんですよね。でもなんかやっぱりね、ちょっと、自粛してる人たちもいるんでね。だから飲食店とか大変だと思うけど、はい、極力テイクアウトで、そうですね、お酒とか買ってって、で家でとか、まあどっか広いところで食べたりとかした方がいい。コロナは60度以上のアルコールで死ぬって言ってたんで、やっぱね、手洗い以外もそうなんですけど、アルコール消毒とかしっかりしなきゃって、そうだね、そういうのが一番いいと思います。はい、それではありがとうございます。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッ
ッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。